ちゃう、胃の調子があんまり良くないあっちゃんです。はい、ということでね、今日は9月の13日、あっちゃんのお昼ご飯やんだけど、ちょっと胃の調子がね、良くない。悪くはないんだけど、良くない。そんなに良くもない。ちょっと悪い。なんか分からへんねんけどね、胃がちょっとね、ちょっとしんどいね。だから、激辛マックスはもうちょっとお待ちください。ほんまに食べんのかいな。はい、ということでね、ちょっと軽く優しいもん作ります。はい。ということでね、途中まで作りかけてんけど、玉ねぎをね、ちょっとこう軽く切ります。薄切りして。で、ピーマンの残ったの。ヘタをちょっとだけ取って、できるだけね、取るところ少なく。で、ワタも一緒に切ってしまいましょう。で、ちょっと、こんな感じで、しなびたなすびがちょっと残ってたはず。あれ、どこいたっけな。あれ、朝からあったのに。使ったかな。いや、使ってんのよ。しなびたなすびを、上に入れようかな。と、フランス豚さん。フランス豚さんをね、小さく切ります。食べやすい大きさにね。大きな声で炒めます。最後使ったよかったよ。次回発表してしまったよ。ちょっとだけオリーブオイルをちょっとだけ入れて、舐めたけぐらいになった。切って。
で、塩はね、これ使いたいの、ポルチーニ。ポルチーニ塩を使って、で、ここにね、冷やご飯でチンしてもいいけど、ご飯思うだまクリームがあったらいいんだけどね、高いよく煮詰めていきます。味どうか全然ポルチーニ塩美味しい。これに、こういう器用気がないんじゃん。はい、オイル。で、これに入れます。とろけるチーズをのせて、で、ブラックペッパー、これで、オーブントースターで5分焼きましょう。これで終わりじゃないね。ピーマンが安かったね。ピーマン買ってきたから、ピーマン食べたか、ピーマン。今2個、種も一緒、綿も一緒に焼きます。これはオリーブオイル、
プレミアでね、みんなで立てたら見えるけど、これが弱なのがうざくてさ、これ強火やで、これ強火やね、これ持っていくでしょ、フライパン熱いから、お塩だから私はフライパンと浮かしたりするので、弱かったら、ちゃんと焼くのよ、浮かすとくの野菜がふにゃ、なるほど、水つけれるし、こんなもん強火でさ、親がふにゃないの、ここにね、かつお節、かつお節をパッと混ぜて、で醤油、醤油ね、かつお節醤油があってんけど、これ使ってみよう。あ、これで過ぎたかな。過ぎ過ぎたと思ったら軽く結構ね、下がってきます。焦がして、水分量をつけ、これね、これ一品やったらね、まあ、朝行くと美味しいんだけど、これベーコンとか一緒に入れたら肉系入れても美味しいから、肉系入れたら一品料理になると思う。まあ、美味しいのあるみたいなもんやけど、はい、子供たちいません。超無限ピーマン、はい、はい、できました。ポルチーニ風茶は何や、何でもええわ、もう、ポルチーニドリア風、普通のドリア、はい、ポルチーニ醤を使ったドリアと、ピーマン、あっちゃん流超無限ピーマン、はい、食べましょう。ではでは、はい、ではいただきます。ではちょっと、あちちあちち、ではいただきます。ピーマン、美味しい、うん、無限にいけるわ、うん、ピーマンの青臭さとか匂い全然出えへんから、ね、焦がし醤油で飛んであって、ポルチーニ風リゾット、熱そうやな、あーいい香り、もう自画自賛です、誰も言ってくれんから、あっちゃんのとこは、絶対これやけどする、やばいパターン、さっき味見でやけどしたからな、ベロ、やば、優しい、おいしい、もうやばい、もう、うん、ポルチーニのね風味がぶわって口の中入ってきて、なんかもうあれ、トスカーナの風を感じる、やかましいわ、はい、ほんまほんま、ポルチーニがね、おいしい、シレナで食べたポルチーニのパスタがめちゃくちゃ美味しかったよ。
で、ガイドさん、何これ、ポルチーニ、ポルチーニって何だ、日本で言ったら椎茸みたいなもんや、いや全然違うって、風味が全然違う、いや椎茸じゃないけど、ポルチーニいうキノコがねって、買うて帰ろう思って、言ったら、あの、持って帰られへんねって、乾燥はいいねんけど、生はあかんって、生持って帰りたかったけど、あかんよって、うん、今日本帰ってから流してる乾燥しかなかった、生あんま売ってなかったよ、うん、で乾燥の方が風味が強いし、で、うん、乾燥のポルチーニを買ったの記憶があって、それからね、いろいろポルチーニにハマったの。みっちゃんに玉入ってさ、ポルチーニ風なもん作るで、椎茸で作られて食べて、椎茸ってその綺麗ってなっちゃう、まだね、うん、でイタリアで食べて美味しかった、ミキちゃんにあれめっちゃ美味しかった、ポルチーニはうまいうまい、ミキちゃんがポルチーニ、じゃあポルチーニ買って作るからって待っとってって言って、何日後かにポルチーニ風なリゾットを作ってくれて、めっちゃうまかった、ポルチーニじゃないな分かって、うん、風味はポルチーニじゃないなと思って、これなんなんで、ポルチーニのリゾットよって言うから、ポルチーニじゃない、味はポルチーニじゃないって言ったら、なんか分かったか、なんなんこれ、んポルチーニに代わる美味しいキノコ使ったのって言うから、いや何なのそのキノコ教えてやれたら、全部食べたら教えてあげるって、全部食べてめっちゃ美味しかった、完食して、おかわりあるっていうぐらい美味しかった、おかわりあるって言ったら、うん、私にあげるってもらって食べて、めっちゃ美味しいわ、実はね椎茸って言われて、はぁみたいなこれもあっちゃんの一番嫌いな干し椎茸、びっくりした、生椎茸はねまだあの、まあ、風味少なくていいんやけど、干し椎茸絶対無理やったよ、あの煮汁のあの香りが綺麗やったけど、煮汁も全部使ったよって、これって椎茸の味消したから、それがあっちゃんね椎茸克服された理由やね、実はあポルチーニの風味がおいしい、美味しいけど所詮ポルチーニ仕様やねん、もっと香りが広がんねん、広がらへんねん、でだからあのフンギポルチーニ、乾燥ポルチーニ買ってきてあるから、また今度使おう、あめんどくさい、戻すのが時間かかるした、子供も食べれるな、フンギやったら下側からね、下のはポルチーニ入れやんとね、風味だけ入れたら多分食べると思う、変なもんしちゃってさ、食べられへんかったらかわいいせんか、せっかく作ったのね、豚さんもうちょっと塩効かしたかったかな、でも、うん、美味しいな、今回いつもこれね鶏ガラ入れたりコンソメ入れたりするね、あのドリア作る時なし、まあ見てくれたら分かると思うけど塩だけ、うん、ポルチーニの風味とあと入れたお野菜の風味が出てるのと豚さんの脂が聞いてんのかな、美味しい、でもポルチーニの香りがほわっとこう優しい香りがほわっとしてくる、最高、うん、いや料理評論家みたい違うね、食レポ下手かって、うん、生椎茸の買い方おいしいやろな、あのえのきやからキノコのあれがないんよね、なもんね、なもんね、ちょっと気配感じたね、もうすぐじゃない、こんにちは、何の話しとったっけ、忘れてもうたやん、あー、キノコ、あの、舞茸入れたらすごい香りが出る、ポルチーニの香り死んじゃうか分からんけど、もう
いろんなキノコ入れると美味しいかもわからんね。しめじとかでもいいかわからんけど、ちょっとな、あの、なめだけじゃわ、えのきだけではちょっとね、キノコ感が少ない、食感が少ない。あっ、これ美味しいよ。これマジ、あの、ピーマン無限にいけるかも。目つぶって子供に食べさせたらピーマンってバレへんと思うけどな。人間ね、ビジュアルで食べるからね。見た目ピーマンやったら手つけへんから。ちゃおう言うとんで。ちゃおかん言うとんで。稲葉からのチャオやで。今日は稲葉のビーズちゃうけどね。いや、美味しい。今日もさ、お好み焼きの動画を見ながらプレミアでまずちょっとしとったら、お好み焼きまた食べたなってきてさ、自分の動画見てまたお好み焼き。お好み焼き結構胃に負担かかるよね。キャベツ自体胃にいいんだけど、粉が負担かかるのかな。だから粉って結構、粉もんって意外と消化悪いよね。消化器官負担かけるのかな。お好みのあと胃もたれしたりするね結構。しまいますね。LED に計算だな。あ、D2 か。ご飯ね、こんなちっちゃい子供用のおにぎり、普通のおにぎりの半分ぐらいのご飯でこの耐熱容器いっぱいできるから結構、ご飯自体少なくてヘルシーやと思うんだけどね。ふるさと納税がやってる。ふるさと納税は意味わからへんかって、なんで返礼品が来るのかがわからへんね。別にさ、返礼品いらんやん。結局
ね、税金控除してくれんやろ。やったらそんだけ分税金少なくなるから、好きな町にその税金、まあ、でも住まわして戻る土地にも税金払わなあかんから、ちょっとふるさと納税どうかなと思うね。でもね、ふるさと納税でこう過疎化で税収少ないところに寄付っていうか、そっちに納税したい気持ちもわかるしね。そこまではいいんだけど、あの返礼品の意味がわからへんね。豪華返礼品になってきて、うん、確かにある方がしやすくなるけど、でも逆に言ったらね、寄付してお金を使ってもらうのに、その豪華な返礼品を出しとったら、そんだけ分出費になるわけやんか。どうやねん。だからね、豪華な返礼品出せる町っていうのはお金税収がある町やんか。逆に言ったらないから、喉から 手が出るぐらいね、税収が少なくて欲しい村とかはそんなん出されへん。っていうか、出すよりもほんまはその税収が欲しいわけやんか。せやのに、その返礼金ね、そんなうちお金ないから寄付だけしてください、町潰れそうなんですっていう町と、税収いっぱいあんねんけど、でその代わりうちにしてくれたら、寄付しただけのお金分ぐらいの返礼金返すよって言ったら、みんなそっちしてしまうやん。だ結局ね、なんていうの、寄付したいところ、寄付してほしいところに行かへんわけやん。みんな結局自分の税金が安くなって返礼品が豪華なとこ行くやん。ほんな結局格差がよけ広がる、うん、ってあっちゃん思うんだけどね。システムおかしいね。返礼品もあったら嬉しいかしらんけどさ、そうじゃなく寄付とかって気持ちですんのに、なんで返礼品の見返りを求めるのか意味がわからへん。いやらしいね、人間って。だからふるさと納税ってずっと意味わからんかった、返礼品を支援金にできるシステムだね。福島県がそうやって、郡山とかがで、あの災害復興支援金に返礼品の額を何ぼか当てるってなって、それで一回したことがあるらしいね。嬉しいけどさ、あれもらうためにするんちゃうからな。こうなってきたら本末転倒かなって思ってさ、ふるさとの人間のやらしさが出たなと思った。寄付ってまるまるお金渡すんちゃうもんね。そんだけも翌年から減税されるから、結局まるまる自分が払うわけちゃうやんか。で自分が住んでる町にはお金いかへんわけやし、どうなんやろ。ちょっと気が気がするね。寄付は陰徳やからね。見返りとかそういうの求めたらあかんと思うんやけどな。いかがでしょうか、賛否両論。これプレミアでしょ、プレミアですよっていうか、昼ごはん最近プレミアでやってるから、みんなここのところあっちゃん言ったこと忘れるから、この動画に来た時に思い出してまたみんなに問うてみよう。いかがでしょうか。こういうのってみんなで議論するってすごいいいと思うねん、考えさせられるべき事柄やと思うねんで、あっちゃんは、結局1万円寄付したら8000円控除されるから2000円だけなくなるだけ、要はね、
実質お財布からなくなる、お財布というか家庭からなくなるのは2000円、うん、それでその町に1万円寄付できるっていうけど、そこから返礼金が、まあ、いくらか豪華なものが返ってくるけど、ね、実質2000円でお肉1キロとか2000円で生え抜き15キロやったら逆に得やん、まあ、お米買う気持ちである、ちょっと違うよな。寄付に返礼金はあかんわ。ドイツ製の高圧洗浄機やって、意味わからん。ふるさと納税でさ、まあ控除はあるとしてね、返礼金一切ないですって言ったら何にするやろね。やっぱり税金の形おかしくなってるよね。ちゃんはそう思います。はい、無限ピーマンなくなった。醤油と鰹節の組み合わせ最高よ。最後の一口です。じゃあいただきます。あ、うん、ポルチーニの香りが口の中に広がって、うん、本当シエナのね、教会のオレンジ色のレンガでできた、レンガっていうかね、石積みでできたお家が広がるイタリアンレストランの風景を思い出すな。ほんまそこで食べたんよ、うん、結構広い店でね、うん、これ食べたポレンタがまずかった。ポレンタまずかったんやけど、ポルチーニのパスタが美味しかった。シエナはね、行った町じゃなくて、どこやったかな、フィレンツェからベネツィアに移動した時に寄った町やねん。そこでお昼ご飯食べたんね。フィレンツェから朝出てバスでずっと移動して、で山の中通って高速ずっと行ったんで、途中で高速から降りて、で降りた町がシエナやった気がするんよな。ローマからじゃなかったよな、どっちか忘れた、うん、フィレンツェからベネツィアやったもんね、ローマからフィレンツェやったかな、うん、いろんな町寄ったからな、ローマからフィレンツェやったかな、かもわかんないわ。どっちかね、移動の時に寄った町で、結構この山ってなった山の中腹にある町やねんね、うん、結構ね綺麗なとこやったで、そのね、行くちょっと前、行くよく 前年やったかな、じゃあその年やったんかな、結構大地震があって教会とか潰れてね、でいっぱいもう瓦礫の山になってるところまだ崩れたまんま、なんかもう 1000年以上、2000年ぐらい前の建物、ほんまにローマ時代の建物やねんけど、石積みやから地震で崩れちゃってね、バラバラになってたで、それが修復できへんで、何十年もかかるって寄付集めてたんよ。でその時もね、あっちゃんもちょっと気持ちはさせてもうたんやけど、ちょっと悲しかったんやけど、まあある意味ちょっと貴重な街を見れたなとは思ってんけどね、うん、いい街やったよほんまに、人も優しいしね、イタリアはね、こんなこんなでね、ほんまにそのなんていうの、ポルチーニの美味しいパスタを食べたところっていう思い出やね、楽
しかったな。でも俺ミキちゃんと行ったから楽しかったね。一人旅したらまだここまで楽しい思い出はできへんなんかも分からんしな。いい思い出やわ。うん、やってね、語り継げるっていうのもいい思い出の一つやしね、うん、でこういうのね、忘れてはないねんけど全部が全部鮮明に覚えてへん。でもなんかその当時食べたものとかしたこと、匂いだもの、触ったものっていうのに触れることでね、ふってこう記憶から蘇ってくるんよね。だからポルチーニ食べたらその風景が蘇ってくるね。ミキちゃんと楽しかったなっていうのがね。でね、ミキちゃんがねポルチーニやって嘘ついて椎茸食べさせたこととかね、うん、そういうことを思い出すんよね、うん、いい思い出ですわ、はい。ということでね、あっちゃんもいい思い出にふけりながらポルチーニを食べてます。まあ、ポルチーニだからね、時々食べたくなるっていうのはそういうところやね、うん。ポルチーニはね、まあ、日本人の口に合うかどうかやったら分からへんし、みんなに勧められるかどうかやったら分からへんね。また、ね、ちょっと香り強いキノコやねんけどもね、そんな臭くもないし、まあまあ美味しい。日本人とイタリア人の味覚って近いらしくて、だからイタリアンって結構日本人美味しいってよく言うけど、食べやすいしね。っていうのは日本人と味覚が近いんやって、イタリア人は。まだイタリアもね、島国、まあ、島国じゃないけど、こう尻尾みたいになった周り海に囲まれたから魚介をすごく使ったりね。でそんな小さい細長い、日本も細長い同じような町やあの国柄やし、風土も似てて、で昔あの第二次世界大戦では一緒に組んでた枢軸で日本イタリアドイツっていうのは連合国やったかな、そんなんやってたからね。そんなんもあって親日でね、すごい日本人に優しいしね、いい町やったんよね。だからね、まあ、そんなこんなでね、そんな思い出をいろいろ思い出すんだけどね、またいつかそういうあっちゃんの思い出話もしたいなと思うんだけどね、なかなかね鮮明に覚えてへんから、思い出して話したらなんか違うなって言ったり、ちょっと曖昧になってたりとかもあったりするしね、まあ、いろいろあるの。でミキちゃんと、ね、ある程度何年か経った時に作ろうね言って、イタリアでなんか作り物買ってきたやつとかも全然どっか置いたまま、直し込んだまんま、ミキちゃんが直し込んでね、あっちゃんも仕事引退してお互いにね暇になった時に作ろうって、モザイクが作るモザイクレンガ買ってきたりとかね、重たかったもんとかね。あとね、今こう置いてないな、ピサのシャトーで中にランプついくやつだけど、イタリアとボルト数が違うからランプつかへんねん。それ改造してこっちで光るようにしようって買ってきたオブジェとかね、まあ、いろいろそんなんもあんねんけどね、なかなかやる間がなくてさ、だからまあそんなんもあったりね。であとね、また行こう、ちょっとピサのシャトー登られへんかったね、工事中で起こし作業、こう寝てきてもうちょっとさこけるっていうから起こしとったんで、その作業中やって登られへんかった。だからもう一回また登りに行こうってリベンジしようねって言ってたのにね、行かれへんかった。来世やね、来世までピサのシャトーが倒れてないことを祈ってミキちゃんと一緒にまた行ってきますわ、はい。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、思い出のポルチーニの香りがするポルチーニソルトを使ったなんちゃってポルチーニ、ドリア、美味しかったですと、あっちゃん流無限ピーマン、美味しかったよ。だからまたよかったら作ってみてください。ポルチーニソルトはカルディに売ってます。もちろん粉ギポルチーニ、乾燥ポルチーニもカルディに売ってます。ポルチーニ、使ったことのない人はぜひぜひ使ってみてください。まあ、使い方またね、干し椎茸みたいなもんやからね、一回戻して使うんだけど、またそれ、買ってきてあるんでやります。本格的ポルチーニリゾットかパスタかなんか作って子供と一緒に食べます。嫌がるかな子供ね。でもまあ作ってみたいと思います、はい。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにします。これもねプレミアであげる予定なんでね、ちょっといつもよりも長い目に喋ってるんでね、トークだけで30分、作るところでまあまあいい時間になってると思うね。やっぱりね30分ぐらいの動画でプレミアでやるとね、みんなでチャットしてる時間がかなりね、やっぱあっちゅう間に終わってまうよね。だから長い目に作らんとね、まあ、後でねアーカイブ見る人は長すぎるわと思うかもわからんけど、ね、プレミア上映の時はやっぱりねそこそこ長いないとね、チャットしてる時間あっちゅう間に終わってまうんで、ちょっとね意識して長い動画を作っていきます、はい。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、ポルチーニ風ポルチーニの香りがするなんちゃってリゾットとあっちゃん流無限ピーマンでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、なんちゃってイタリアン良かったよと思ってくれたら高評価を、でみーちゃんとの思い出話めっちゃ良かった感動したっていう人はもう高評価を
違うアカウントからもそうそうそう、そんなじゃんでいい、はい、コメントで、うん、いろいろ書いてくれて嬉しいです、はい、ね、そんな感じで、あとチャンネル登録して見てくれたらめっちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。何回も再生するともっと嬉しいよ